ラリー・ジョーバードは、プロバスケットボールリーグ NBA で活躍したアメリカ合衆国の元バスケットボール選手。1980年代に NBA のボストンセルティックスを3度の優勝に導いた。得点やパス、リバウンドのセンスに優れ、正確な長距離シュートや試合の先を読む能力に秀でていた。しばしば史上屈指の選手に挙げられ、史上最高のスモールフォワードの一人と考えられている。現役時代にはすでに伝説の異名を与えられていた。シーズン MVP を3度受賞。1996年に NBA50 周年を記念した。NBA50 周年記念オールタイムチームの一人に選ばれた。1998年に殿堂入り。身長は206センチ、体重は100キロ。引退後はインディアナ・ペイサーズで監督を務めて最優秀監督賞を受賞、NBA ファイナルに進出した。現在は同チームの経営コンサルタントを務める。インディアナ州のウエストバーデンで6人の兄弟姉妹の4番目として生まれる。少年時代のほとんどを同州のフレンチリックで過ごした。2人の兄にバスケットボールの手ほどきを受け、町のホテルで働く黒人の従業員とプレーすることもあった。地元フレンチリックのスプリングスバレー高校在籍時、学年が上がるとともに頭角を現していった。4年生の時には1試合平均で30得点、20リバウンドを上げ、各地の大学からスカウトされるようになった。高校時代に背番号33を使うようになり、以後大学、プロを通じて同じ番号を使った。高校卒業後はインディアナ大学に進学。バスケットボールチームの監督はボビー・ナイトだった。バードはこの大学に馴染めず、1ヶ月経たないうちに大学を去り帰郷する。地元にいた1年間、町の清掃員として働き、ノースウッドインスティチュートという短大に通った。バードが故郷に留まっていた1975年に離婚していた父が自殺した。バード自身はこの時期に結婚し、離婚を経験した。その後、バードは再び大学への進学を決心し、数多くの大学からスカウトが、バードの元を訪れ、インディアナ州立大学に進むこととなった。インディアナ州立大学の最初の1年は、編入生だったためプレーしなかったが、2年生以降の3年間で、平均 30.3 得点、13.3 リバウンドを記録。4年生の時にはチームを無敗で、NCAA トーナメントの決勝まで導き、インディアナ州立大学シカゴアズは、シンデレラチームとして、脚光を浴びた。決勝では同じく人気を集めていたミシガン州立大学スパルタンズと対戦。以降ライバルと目されるようになるマジック・ジョンソンと初めて戦い、バード率いるシカゴアズは敗れた。この試合は NCAA 決勝戦としては歴代最高の視聴率を記録している。バードは4年生時の1979年にネイスミス賞とウッデン賞を受賞している。また1977年には大学生バスケットボール世界大会の全米代表に選ばれた。バードは大学2年の時にソフトボールで遊んでいて右手の小指と人差し指を複雑骨折している。何事にも基本に忠実なバードがゴロを両手で補給しようとしたためであると言われる。バードの人差し指はボストンのトレーナーによると、ハンマーで叩き潰されたようにぐちゃぐちゃであるという。バードは、シュートにおいて、大変なハンディを練習で克服した。バードの性格を物語るエピソードであり、あの美しい放物線を描くシュートも、この怪我と無縁ではないと言われている。しかしながら、本人も、その骨折以来シュートタッチの感覚が元に戻ることは、なかったと語っている。1978年、ボストンセルティックスの社長兼、ジェネラルマネージャーだったレッド・アワーバックにより、ドラフト1巡目6位で指名された。当時バードは、インディアナ州立大学の3年生で、中退の意図はなかったが、同大学に編入する以前インディアナ大学に属していた時からは4年目になっており、ドラフト規則の盲点をついた、アワーバックの起点による指名だった。バードは、インディアナ州立大学を卒業した翌シーズンより、セルティックスに参加した。1年目のシーズン、バードは、チーム成績を前年の29勝53敗から61勝21敗まで引き上げるのに大いに貢献し、ルーキー・オブ・ザ・イヤーに選ばれた。また新人ながら、オール NBA ファーストチームに選出された。同賞をバードは1988年まで連続で受賞することになる。この年のプレーオフでは、セルティックスはカンファレンスファイナルで、フィラデルフィア・セブンティシクサーズと対戦し、1勝4敗で敗退した。優勝したのはロサンゼルス・レイカーズで、大学時代のライバルマジック・ジョンソンはファイナル MVP に選ばれた。翌1980から1981シーズンにセルティックスはトレードでロバート・パリッシュをドラフトでケビン・マクヘールを獲得した。フロントコートに厚みを増したセルティックスはレギュラーシーズンをリーグ1位タイの62勝20敗で終えた。プレーオフに進んだセルティックスはシカゴブルズを3戦で退け、セブンティシクサーズを7戦で下して NBA ファイナルに進出した。NBA ファイナルではモーゼス・マローン率いるヒューストン・ロケッツと対戦した。競った展開となったシリーズ第1戦の第4クォーターでバードはシュートを放って外れると悟った。バード自身がベースライン右手に駆け出し、リングに引かれたボールを空中で取りそのままシュートして決めるという後に有名になるプレーを見せた。この試合をセルティックスは98対95でものにし、シリーズ全体も4勝2敗で制したセルティックスは5年ぶりに王者に返り咲いた。翌1981から1982シーズン、セルティックスはリーグ最高の63勝19敗の成績を上げ、次の1982から1983シーズンには56勝26敗とリーグ3位となった。しかしプレーオフでは、セブンティシクサーズやミルウォーキーバックスに敗れて NBA ファイナル進出を果たせなかった。1982年はレイカーズ、1983年はセブンティシクサーズが優勝した。1981年に優勝した時、バードはセルティックスがしばらく連覇できるだろうと考えたが、現実にはカンファレンスのライバルだったセブンティシクサーズに行く手を阻まれ、大学以来のライバルと目されていたマジック・ジョンソンのレイカーズには水を開けられていた。なお、バードはジャンプができない白人選手の代表のように言われることがあるが、後に本人がビデオを見て驚いていたように、この時期のバードは試合中にダンクをすることもあった。1983から1984シーズン、セルティックスは62勝20敗でリーグ最高の成績となった。シーズン平均 24.2 得点、6.6 アシスト、10.1 リバウンドを記録したバードはシーズン MVP に選ばれた。プレーオフでセルティックスはワシントン・ブレッツ、ニューヨーク・ニックス、バックスを下して NBA ファイナルに進出した。一方、ウエスタイカンファレンスからはレイカーズが勝ち上がった。大学時代の NCAA 決勝で対戦していたラリー・バードとマジック・ジョンソンはプロ入り以降それぞれイースタンカンファレンスとウエスタンカンファレンスの競合で中心的な選手となっていたが、両者が NBA ファイナルで争うのはこの時が初めてだった。メディアやファンのみならず、全米が注目する中で、両ライバルは対決することになった。ボストンで行われたシリーズの初戦、レイカーズのカリーム・アブドゥル・ジャバーの活躍もあり、セルティックスは109対115で敗れた。続く、第2戦では、ジェームズ・ウォージーの活躍により、終盤でレイカーズがリードを奪うが、セルティックスのジェラルド・ヘンダーソンのスティールにより試合は延長に入り、これをものにしたセルティックスがシリーズを1勝1敗のタイに持ち込んだ。ロサンゼルスに舞台を移した第3戦、マジック・ジョンソンが NBA ファイナル記録となる21アシストをマークし、セルティックスは104対137で大敗を喫した。試合後、普段は言葉少ないバードがマスコミに対し、我々は腰抜けのようなプレーをした、このチームにはハートがない。12人分の心臓移植をすべきだと自分とチームを強く批判した。第4戦でバードの発言に鼓舞されたセルティックスは奮闘した。マクヘールがレイカーズのカー・トランビスを転倒させたこと、バードとアブデル・ジャバーの接触などで乱闘寸前になるほど荒れた試合となったが、終盤にマジック・ジョンソンがミスを繰り返し、試合はシリーズ2度目の延長に突入した。セルティックスは延長を制し、シリーズは再びタイとなった。続く第5戦、熱波に襲われたボストンでの試合で、バードはフィールドゴールを20本中15本成功させ、34得点をマーク。セルティックスは3勝目を挙げた。ロサンゼルスで行われた第6戦では、アブドゥル・ジャバーの活躍などで、レイカーズが勝利。シリーズは3勝3敗のタイに持ち込まれた。ボストンで行われた最終の第7戦では、セルティックスの各選手が活躍し、111対102でセルティックスが勝利。シリーズ平均 27.4 得点、14リバウンド、2スティールを記録したバードは、ファイナル MVP に選ばれた。続く1984から85シーズン、セルティックスは、リーグ最高の63勝19敗の成績で終え、バードは再びシーズン MVP に選ばれた。このシーズンのバードの平均 28.7 得点はリーグ2位、10.5 リバウンドはリーグ8位、スリーポイントシュート成功率は 42.7% でリーグ2位だった。シーズン中のアトランタホークス戦では生涯最高となる60点を記録した。一方、毎シーズンの雪辱に燃えていたレイカーズは、リーグ2位の62勝20敗の成績を残した。両チームは、プレーオフを勝ち上がり、2年連続で NBA ファイナルで対戦した。セルティックスは初戦に大勝したものの、その後は一進一退の攻防となった。ボストンで行われた6試合目を100対111で落とし、4勝2敗で、レイカーズの優勝が決まった。セルティックスがホームで優勝を奪われるのはチーム史上初めてのことだった。翌1985から1986シーズン開幕前にセルティックスはかつての MVP センタービル・ウォルトンを獲得した。バード、ケビン・マカヘール、ロバート・パリッシュに加えセルティックスのフロントコートはさらに厚みを増した。シーズンに入るとセルティックスは快進撃を続け人々はこのチームを史上最強と呼ぶようになった。シーズン成績は67勝15敗で、勝率は8割を超えた。ホーム戦の40勝1敗、勝率 97.6% は NBA 史上最高成績である。バード自身は平均得点 25.8、フリースロー成功率 89.6%、平均スティール数 2.02、平均リバウンド 9.8、スリーポイントシュート成功率 42.3% で、スリーポイント成功数82本と多くのカテゴリーでリーグ上位に入った。シーズンが終了するとバードはシーズン MVP に選ばれた。3年連続でシーズン MVP 獲得はビル・ラッセルとウィルト・チェンバレンに次いで史上3人目であり、センター以外の選手ではバードが初めてであった。セルティックスはプレーオフをNBA ファイナルまで11勝1敗の成績で勝ち上がり、ロケッツと対戦した。6試合にわたったファイナルで、バードはシリーズ平均24得点、9.5 アシスト、9.7 リバウンドとトリプルダブルに近い数字を残し、最終戦となった第6戦では29得点、12アシスト、11リバウンドとトリプルダブルを記録した。4勝2敗でセルティックスはロケッツを下し、バードはファイナル MVP に選ばれた。翌1986から1987シーズン、バードの平均得点はリーグ4位の 28.1 得点、アシストとリバウンドの平均はそれぞれ7本と9本を超える高い水準だった。フィールドゴールとフリースローの成功率はそれぞれ 50% と 90% を超えた。ビル・ウォルトンの出場試合数は怪我のため10試合にとどまり、チームは59勝23敗でリーグ2位だった。プレーオフの1回戦でセルティックスはブルズを3勝0敗で1勝したものの、続くカンファレンスセミファイナルでは、合計3回の延長を含めて7戦までもつれての、際どい勝利となった。カンファレンスファイナルでは、成長著しいデトロイト・ピストンズと対戦した。ボストンで行われた最初の2戦ではセルティックスが勝利、デトロイトで行われた続く2戦はピストンズが勝ちを収め、2勝2敗のタイで、シリーズ第5戦の舞台は再びボストンに移った。ピストンズが107対106とリードして、試合終了まで残り数秒という時点で、ピストンズボールのスローインとなったが、アイザイア・トーマスのインバウンズパスをバードがインターセプトし、最後はデニス・ジョンソンがゴールを決めて、土壇場で逆転を果たし、セルティックスの3勝2敗となった。このスティールは、1965年のジョン・ハブリチェック、1984年のジェラルド・ヘンダーソンのスティールと並び、ボストンセルティックスの歴史上有名なスティールの一つとなった。続く2試合はそれぞれホームチームが勝利し、セルティックスが NBA ファイナルに進出。4年間で3度目のレイカーズとの対戦となった。NBA ファイナルでは、ロサンゼルスで行われた最初の2戦をレイカーズが勝利。続くボストンでの3戦目をセルティックスが勝利した。第4戦の終盤、残り12秒の時点で、バードのスリーポイントシュートにより、セルティックスがリードを奪うが、コート外に出たボールをマジック・ジョンソンが中央に進め、フックシュートを放ち残り2秒で、レイカーズが再逆転した。最後の瞬間に、バードが放ったシュートはリングから落ち、シリーズはセルティックスの1勝3敗となった。続く、第5戦はセルティックスが大勝したものの、ロサンゼルスに戻った第6戦をセルティックスは落とし、レイカーズの優勝が決まった。バードのセルティックスが NBA ファイナルに進んだのはこの年が最後であり、バードとマジック・ジョンソンが優勝を争ったのは、これが最後となった。なお、この年にオールスター期間に開催されるスリーポイントコンテストに優勝しており、1988年まで3連覇した。1987から1988シーズンになるとバードは30歳になっており、チームの主力も年齢が上がっていた。そして、ビル・ウォルトンが怪我のためシーズンの全試合を欠場するなど、怪我が目立つようになった。1987から1988シーズン、バードの平均得点は 29.9 得点で、リーグ3位だった。アシスト数とリバウンド数も 6.1 アシスト、9.3 リバウンドと依然として高い水準だったが、バードの得点が多いことは、セルティックスのオフェンスがバランスを欠いていたということでもあった。プレーオフのカンファレンスセミファイナルで、セルティックスは、ホークスと対戦、最終第7戦までもつれる展開となった。バードは、第7戦前に、記者たちに勝利を公約し、ホークスのドミニク・ウィルキンスが47得点を挙げるが、バードは第4クォーターだけで20得点を挙げ、118対116で、セルティックスがカンファレンスファイナルに駒を進めた。カンファレンスファイナルでは、ピストンズと対戦し、合計で3回の延長を含む6試合の末、セルティックスは敗れた。翌1988から1989シーズン、バードはかかとにできた骨の突起を除去する手術を受け、出場試合は6試合にとどまり、デビュー以来毎年選出されてきたオール NBA、ファーストチームも9年連続で途切れた。セルティックスのシーズン成績は42勝40敗に終わり、バードを欠いたチームは、プレーオフの1回戦でピストンズに3敗し、シーズンが終了した。1989から1990シーズンのバードは平均で 24.3 得点、7.5 アシスト、9.5 リバウンドの成績を残したものの、チームは52勝30敗でカンファレンス4位、リーグでは8位だった。プレーオフでは1回戦でニックスに2勝3敗で敗退した。1990から1991シーズン、かねてからの背中の痛みが悪化したため、バードは22試合欠場し、平均得点は20点を割ることになった。プレーオフでは1回戦で、インディアナ・ペイサーズと対戦し3勝2敗で新勝したものの、続くカンファレンスセミファイナルではピストンズに2勝4敗で敗退した。シーズン後、バードは背中の手術を受けた。1991から1992シーズン、バードの背中の痛みは収まらず、45試合の出場にとどまった。全米放送された3月のポートランドトレイルブレイザーズ戦では2度の延長でトリプルダブルを達成する快挙を成し遂げたが、プレーオフのカンファレンスセミファイナルでクリーブランドキャバリアーズに3勝4敗で敗退し、バードの最後のシーズンが終わった。この年の夏、ドリームチームの一員として1992年、バルセロナオリンピックに出場した後、バードは引退を発表した。バードドライブス・ツー・ザ・バスケットバードは、他の平均的な NBA 選手と比べて、身体能力、運動能力には恵まれていなかった。しかし、正確な技術とゲームの流れを読む能力に長けていた。特に中距離、長距離シュート、リバウンド、パスの技術に秀でていた。リーグ屈指のスリーポイントシューターであり、肩にボールを担ぐような独特なフォームで多くのシュートを沈めている。バードほどの長身でこれほどまでにオールラウンドな選手はマジック・ジョンソンくらいしかいなかった。試合の展開を正確に把握していたため、セルティックスの監督を務めていたビル・フィッチはカメラのように毎回試合中の各場面を脳に記録するという意味でバードにコダックのあだ名を与えた。スモールフォワードにしては大きい206センチメートルの身長がありながらも跳躍力が著しく低くダンクシュートは助走をつけなければ満足に成功させることができなかった。走ることも苦手であり足も遅かった。ルーキー時代にはドリブルも利き手である右手でしかスムーズにつけずそのドリブルも手のひらでひっぱたくような危なっかしいものだった。バードは NBA 選手でありながらバスケットボール自体が苦手のように思われていた。しかしバードは尋常ではない情熱と闘争心、そしてたゆまぬ懸命な努力で徐々に眠っていた才能を覚醒させた。身体能力の低さを補って有り余るほどのバスケットボールに必要なすべての技術を身につけた。鈍足ながらもコート上を必死に駆け回ってシュートチャンスを作り出し、決定打となるシュートを幾度となく沈めた。バードはアウトサイドプレーを中心とする反面、ここぞという時には果敢にリバウンド争いに参戦し、ベストポジションでリバウンドをもぎ取っていた。ルーズボールにも怪我を顧みず飛び込んでいき、誰よりも必死に食らいついていた。そのような激しい情熱を押し出すバードのハードなプレーは見るものすべてを引きつけていた。驚異的な勝負強さを誇り、土壇場でチームを救うプレーが数多くあった。名将として知られ、ライバルレイカーズのコーチでもあったパット・ライリーは、もし試合を決める場面でシュートを任せるとしたら、冗談を選ぶが、自分の生死がかかった場面でシュートを任せるとしたら、バードを選ぶと語っている。スティール技術とディフェンスリバウンドにも長けており、NBA オールディフェンシブセカンドチームに3度も選出されている。一方で、チャールズ・バークレーのように、バードはディフェンスが苦手だと評する者もいた。リーグトップクラスの選手でありながら、バードの技術は年々向上した。利き手である右手と遜色なく使える、左手のシュートは、プロ入り後に上達させた技術の一つである。1986年のポートランド戦では、試合前に少なくとも第3クォーターまでは左手でシュートするとチームメイトに宣言し、左手のシュートだけで20得点を記録した。シーズンオフには主に実家でトレーニングを行った。ルーキー時代には酷評されていたドリブル技術も向上し、バードのポジションはスモールフォワードでありながら、ドリブル技術とパス技術に長けているために、実質的にはチームのポイントガードを務めていた。これは、ポイントガードの仕事をするフォワード、ポイントフォワードの先駆けと言える。ロバート・パリッシュ、ケビン・マカヘール、そしてバードからなるセルティックスのセンター及び2人のフォワードを NBA 史上最高のフロントラインと評価する専門家も多い。1970年代までの NBA は、ビル・ラッセル、ミルト、チェンバレン、カリーム・アブドゥル・ジャバーのような有力なセンタープレイヤーが試合の勝敗、チームの優劣を決めてきた。しかし、バードやマジック・ジョンソン、マイケル・ジョーダンらの登場により、ガードやフォワードの選手がゲームを支配することが可能であることが示された。この意味でバードは NBA ひいてはバスケットボールに変革をもたらした選手の一人だった。試合中は強気な態度を取ることが多く、相手選手を挑発するトラッシュトーカーとしても有名であった。1984年のセブンティシクサーズ戦では、不調だったジュリアス・アービングに対して自分が得点するたびに自分の得点とアービングの得点を言い、普段は温厚なアービングを激怒させた。これをきっかけに乱闘が起き、バードとアービングは1試合出場停止の処分を受けた。ただし、バードは自伝本の中で両者の得点を言い続けたのは、チームメイトのMLカーであると述べている。1986年に開かれた初めてのスリーポイントコンテスト前、バードは控室に集まった出場者たちをしばらく眺めてから誰が2番になるのか考えてたんだと言い、コートに出ると優勝してみせた。翌年のコンテストでも出場者たちに、君たちは準優勝するためにここに来たんだと願うよ。なぜなら優勝するのは俺だからと言い、実際に優勝した。3年目には、今回は何も言う必要がない。みんな誰が優勝するか知ってるからねと語り、またも優勝した。レイカーズ戦では試合前に怪我で出場できないマジックの元に行き、君がプレーできなくて残念だよ。でも君はここにいるんだし、君のためにショーを見せてやるよ、と、ショータイムと呼ばれる試合運びをするマジックに言うと、得点を決めるたびにマジックの方に視線を送った。スーパーソニックス戦、同点で試合の終盤を迎えた時、バードをガードしていたザビエル・マクダニエルに向かって、俺はここでパスを受け、お前の真正面からシュートを決めてやると言い、宣言通りシュートを決めてみせた後、2秒も残すつもりはなかったと言った。クリスマスに行われたペイサーズ戦では試合前にチャック・パーソンに、君にクリスマスプレゼントがあるんだと言うと、試合中ベンチに下がっていたパーソンの目の前で、スリーポイントシュートを放ち、直後に、メリーフックスキングクリスマスと言うと、ボールはゴールに吸い込まれた。ピストンズ戦では、デニス・ロッドマンが、バードのガードについていたが、バードはチームメイトに向かって、俺はオープンだ。急げ、奴らが俺に誰もガードをつけてないのに気づく前にと言い続け、4回連続でシュートを決めると、ピストンズのコーチ、チャック・デイリーに向かって、誰が俺をガードをしてるんだ？誰かガードについてるか？俺にガードをつけた方がいい、じゃないと60点取ってしまう、と言った。1986年のマーベリックス戦では、タイムアウトからコートに戻ると、マーベリックスのベンチに向かって、これからの作戦を教えた。エインジが DJ にパスを出して、DJ が俺にパスする。この場所でボールを受け取りスリーポイントを放つ。わかったかい？俺はここに立って動かない。パスを受けて、次の瞬間君らが聞くのは、ボールがネットを通った音だ。実際にその通りのことが起こった後、バードはディフェンスに戻る前にマーベリックベンチに向かって、ウィンクした。オールスター戦の期間中に開かれた、スリーポイントシュートコンテストで、バードは1986年から3年連続で優勝した。3年目の1988年、決勝戦の最後のシュートを打った直後、バードは人差し指を上に突き上げるパフォーマンスを見せた。ボールはリングに吸い込まれ、3度目の優勝が決まった。マジック・ジョンソンと大学時代に NCAA 決勝を争って以来、2人のライバル関係は注目を集め続け、それが NBA 人気を引き上げる原動力の一つにもなった。マジック・ジョンソン率いるレイカーズとバードのセルティックスは1980年代に3回 NBA ファイナルで対決し、レイカーズの優勝2回、セルティックスの優勝1回だった。ラリー・バードとマジック・ジョンソンはしばしば比較され、様々な点での対照性がマスコミによって強調された。正確で、頭脳的なバードに対し華やかでエンターテインメント性に富むマジックのプレー。言葉少なめなバードと笑顔を絶やさないマジック。バードはインディアナ州出身の田舎者のイメージで見られることがあり、それに対しマジックは大都市ロサンゼルスのイメージで見られた。両者の人種の違い、そしてセルティックスとレイカーズがそれぞれ東海岸と西海岸の名門チームということもあった。マスコミが煽ったせいか両者は初め互いに良い印象を持っていなかったようだが、1984年に二人は一緒に CM の撮影を行う機会があり、以降は交友を持つようになる。後年、二人がそれぞれ引退した際には、両者とも互いの引退式に出席している。一方で、世間が自分とマジック・ジョンソンを大の親友同士で、あるかのように考えることに、バードは違和感も覚えると述べている。マジック・ジョンソンはバードに会うたびに、ロサンゼルスに来たら、うちへ食事に来いと誘うが、それが実現することはないと知っている、とバードは語っている。キャリア末期は、負傷に悩まされ、欠場することもしばしばあった。特にひどかった背中の痛みは、プロ入り後に生じたものだが、これは背骨につながる骨の接合部に先天的な異常があったためだった。バードの医師によると、スポーツをしていなくてもいずれ手術が必要なものだったということである。1984年夏に帰省している折、自宅で作業中に、バードは初めて背中の痛みを感じた。それは、年々ひどくなり、医師による治療を受ける必要が生じた。リハビリにより一時的に痛みは軽くなったが、1989年に慈善活動で集まっていた人々と遊びでバスケットボールをした際、バードの背中にマイケル・ジョーダンが乗りかかり、痛みが再発した。1990年に手術をした後、バードはバスケットボールをプレーしている時を除いて、常時、装具というギプスのようなものを身につけなければならなかった。背中の痛みがひどい時には、つま先の感覚がなくなるほどで、最後のシーズンには、立ち上がることも座ることも困難なほどとなり、試合中もベンチには腰掛けず、フロアにタオルを敷いて、うつ伏せに寝転ぶ姿が常態化していた。この頃のバードは、バスケットボールが嫌いだったと語っている。バルセロナオリンピック終了後の1992年8月18日現役からの引退を表明した日をバードは人生最良の日と呼んでいる。1992年のバルセロナオリンピックでプロスポーツ選手が初めて参加を認められるとバードは米国男子代表チームメンバーへの招請を受けた。バードの背中はシーズン中からひどい状態だったので参加に難色を示したものの現役時代にはライバルだったマジック・ジョンソンを、はじめセルティックス関係者などから熱心な説得を受け、バードは五輪出場を決意した。ドリームチームと呼ばれた米国男子代表には、バードやマジック・ジョンソンのほかマイケル・ジョーダンなど、歴史的にも屈指の選手を含み、NBA のスター選手からなる代表は鳴り物入りで、国際的なデビューを果たした。ドリームチームは各国に、大差で勝利し、米国は金メダルを受賞した。バードは満足にプレーできる状態ではなかったため、練習やオリンピック本戦でもプレー時間は限られていた。試合中にはベンチ際で背中のマッサージを受ける姿も見られたが、要所で出場し、優勝に貢献した。また、大陸予選において最初と最後に得点したのはバードであった。オリンピックが終了した後の1992年8月、バードは引退を表明した。引退後の数年間は、セルティックスのフロントで、スカウトや人事関係の助言などの仕事をした。選手採用をめぐりチーム上層部と対立することがあり、フロント側との行き違いから、以前チームメイトだったMLカーとの関係が悪化したことがあった。バードが、セルティックスから課せられた業務はそれほどはなく、引退後の多くの時間を家族と共に、フロリダ州でゴルフや釣りなどをしながら、引退生活を送った。マイケル・ジョーダン主演の映画、スペースジャムに出演したのは、この時期だった。ラリー・バード・モニュメント、ゴルフや釣りに明け暮れる引退生活をバードは退屈に思い、また仕事のない父親を持つことは子供にとっても良くないという考えもあり、バードは監督としての NBA 復帰を考えるようになった。地元フロリダのマイアミヒートの試合をよく観戦し、パット・ライリーの指導を観察した。バードは1997から1998シーズンにインディアナ・ペイサーズのヘッドコーチに就任した。その理由を故郷だからではなく、優勝の可能性があるからと説明している。アシスタントコーチには、ベテランでディフェンスの専門家、リック・ハーターと若手で、かつてのチームメイトリック・カーライルを選んだ。バードは選手時代の経験から怒鳴るコーチを嫌っており、練習や試合の最中に怒鳴らないことを選手たちに明言した。試合中のプレーは選手たちに任せる代わり、バードはディフェンスの練習を重視した。一方で遅刻に対しては厳しい態度で臨み、遠征時に飛行機の離陸時間に遅れた選手を空港に置き去りにしたこともあった。また、1月に3回遅刻した者はその試合に出さないというルールも作っていた。前シーズン39勝43敗だったペイサーズはバードの1年目に58勝24敗と躍進し、バードは最優秀コーチ賞を受賞した。NBA でしばしば言われる名選手は名監督になれないという経験則を覆す快挙だった。プレーオフでは1回戦でクリーブランド・キャバリアーズ、カンファレンスセミファイナルで、ペイサーズの宿敵ニックスを下し、カンファレンスファイナルでは6度目の優勝を狙う、シカゴ・ブルズと対戦することになった。シーズン中、選手たちがブルズのマイケル・ジョーダンをどこかで、揶揄するのはバードにとって問題だったが、ペイサーズはブルズを苦しめた。バードはゲーム中にほとんど表情を崩さないことでも有名だった。その最たる例が、ペイサーズの1勝2敗で迎えたホームでの第4戦、レジー・ミラーが土壇場で逆転のスリーポイントシュートを決めた場面である。チームを含めた会場全体が沸き返ったが、バードだけは全く表情を変えることなく腕を組んでいた。なぜならたった 0.7 秒とはいえブルズに攻撃のチャンスを残してしまったからである。この時のことを後に、バードはジョーダンなら再逆転が可能だと思ったと述べている。第7戦まで追い込んだものの、ペイサーズは NBA ファイナル進出を逃した。労使交渉の行き詰まりから起きたロックアウトのため、翌1998から1999シーズンのレギュラーシーズンは50試合に短縮された。ペイサーズはディビジョン1位の33勝17敗でプレーオフに進出し、1回戦でバックス、カンファレンスセミファイナルでは、セブンティシクサーズを完封して、カンファレンスファイナルに進んだが、そこで、ニックスに2勝4敗で敗れた。続く1999から2000シーズン、ペイサーズは、リーグ2位の56勝26敗の成績だった。1位のレイカーズは67勝15敗だった。プレーオフで、ペイサーズはついに NBA ファイナルに進出し、バードは、かつてのライバルレイカーズと対戦することになった。シーズン成績もチーム構成も上手だったレイカーズにペイサーズは善戦したが2勝4敗で目標の優勝は逃した。かねてから監督を務める期間は3年と明言しており、バードは NBA ファイナルが終了するとペイサーズのヘッドコーチを辞職した。彼は自らの代わりとしてアシスタントコーチであり、友人でもあったリック・カーライルを推薦したが、コーチにはアイザイア・トーマスが就任した。ヘッドコーチを退いた後、バードはシャーロットに設立予定の新興チームのオーナー陣に加わるべく活動を行ったが、実現しなかった。2003年の夏、バードは再びペイサーズに加わった。今回はチームのバスケットボール運営部門社長に就任し、チームの人事関係を担当することになった。バードが最初に言った大きな仕事は、ヘッドコーチのアイザイア・トーマスを解雇することだった。トーマス指揮のもとペイサーズは、レギュラーシーズンの勝ち星は徐々に増やしていたものの、プレーオフでは3年連続で1回戦敗退を喫していた。トーマスの後任に、バードは、ディック・カーライルを採用した。NBA 選手 NBA 監督ドライブ48ミニッツバードウォッチングハット basketball-reference.com ありがとうございます。